こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、ノクさんがとても素敵なビデオを送ってくださいました。それはですね、ここが変だよオリンピックということなんですよ。そうですね、2020年、ついにオリンピックの年になりました。皆さん、オリンピックに興味ありますか？私は全く興味がありません。ですので、オリンピックは見ませんし、そうですね、オリンピックに対して考えることはありません。確かですね、このオリンピック事業っていうのは7000億円で、全部賄えるよっていう形で始まったんですけど、蓋を開けてみると3兆5000億円ぐらいの費用がかかるということで、すでに3兆円を使っちゃったらしいですね。で、これから全部まとめるのに3兆5000億円かかるということでございます。そしてですね、この3兆5000億円の経費をかけてやるオリンピック、入場券チケットの売り上げはなんとですね、5000億円だそうなんですよ。ね、それ以上は売れないらしいんですよ。ね、5000億円の売り上げを作るために、3兆5000億円使うのがオリンピックなんですよね。さあ、3兆円が我々の税金からオリンピックに流れていきます。いや、本当にね、悔しいですよね。でもですね、オリンピックで稼ぐ方法っていうのは私たちにあるんですよ。例えばですね、私は YouTube をやってますので、 YouTube でオリンピックに関する動画を上げて、この動画もそうですけどね、話していくと、ここに広告つくでしょ、ね、そうするとオリンピックの話に関連したオリンピックのスポンサー企業の広告がここについてるはずなんですよ。ということで、私はオリンピック景気に乗って収益をいただいていると。要するに、私たちの税金も取られてるんだけども、税金払ってる以上に広告料を得ることができるっていう仕組みが今インターネットの時代にあるんですよ、ね。その他にもですね、オリンピック事業に携わる元請けとか下請けとか孫請けっていう会社をやることによって、オリンピックに払った税金を取り戻すことができます。これはもうですね、オリンピックがいい悪いっていう論議ではなくて、もうオリンピックがあるのはもうね、しょうがない、間違いないんだから、じゃあオリンピックに関わって利益を得る側につくのか、それともオリンピックに関わらずにお金をただ払わされる側に回るのかっていう選択の話なんですよね。私はいつもそういうふうにやって見てますので、例えば IR カジノっていうのがありますね。 IR カジノ法案っていうのがありますけども、私はカジノの動画も上げてるんですよ。カジノに興味があるわけではありません。ただですね、カジノ、賭博、こういうものに関連した動画やブログを書くと広告料が入るんですよ。そういった形で、私たちはね、選ぶことができるということですかね。皆さんどういうふうにお感じになるのかなということを、私の角度から今回動画を撮らせていただきましたけども、さあ、でもね、私たちが本当にこれでいいんだろうかと思うようなことっていうのはたくさんあるんですよ。そういうところに切り込んでいただけるこのノクさんの動画っていうのは、これからもいろんな角度からね、世の中を切ってくださると思いますので、これからも楽しみにしてください。それでは動画の説明欄からですね、ノクさんの元の動画をご覧ください。どうぞ。